リンゴの木が中央分離帯に植えられている実がなっているリンゴのキリンゴ並木のヒリンゴ並木とは北海道札幌市豊平区にある環状通の豊平区役所前から国道36号までの中央分離帯に植えられているリンゴ並木で豊平区のシンボルとして市民に親しまれている北海道におけるリンゴは百七十九年に初めて実をつけたことに始まりその後 札幌のリンゴ生産量は全国一となり、明治末期にはかつての平岸村で栽培された平岸リンゴが特産品として有名になった。しかし、急速な都市化によりそれらリンゴ園は失われた。1974年、当時の札幌市長であった板垣武氏は札幌の町に赤いリンゴの実る並木通りをとの願いを込めてかつてリンゴの産地であった現在の場所に、 長野県飯田市立飯田東中学校生徒の手による飯田市のリンゴ並木を参考にして造成した。2017年現在、延長約 1.1km の区間、幅 6m の中央分離帯に、赤根、レッドゴールド、津軽、北上など13品種、計70本の木が植えられている。収穫されたリンゴは、豊平区の各イベントなどで区民に無料配布されるほか、 北海道日本ハムファイターズにも贈呈される。ありがとうございます。